2018FIFA ワールドカップロシア大会の北中米カリブ海予選について本校では述べる予選大会の選抜方式の見直しについて提案があり1次予選から3次予選までをノックアウト方式とし4次予選と5次予選をホームアウェイ方式で二巡の総当たり戦を行うものとした1次予選は 国際 A マッチデーである2015年3月23日から31日に実施予定である。2015年1月12日、コンカカーフは詳細な日程を発表した。予選形式は以下の通り、FIFA とコンカカーフの双方に加盟している35の国と地域が参加。シード順は2014年8月現在の FIFA ランキングによって定められる。括弧内の数字は、 フィファランキングの順位。ランキング上位6チームは1時予選、2時予選、3時予選を免除され、4時予選から参加する。以下、ランキングが7位8位のチームは3時予選から、9位から21位のチームは2時予選から、22位から35位のチームは1時予選から参加する。競技日程は以下の通りである。大陸間プレーオフは、 2017年11月6日から14日の間に実施された。組み合わせ抽選会は2015年1月15日19時40分にフロリダ州マイアミビーチの W ホテルで行われた。組み合わせ抽選会は2015年1月15日19時40分にフロリダ州マイアミビーチの W ホテルで行われた。 3次予選の組み合わせ抽選会は2015年7月25日にロシアサンクトペテルブルクストレルナにあるコンスタンチン宮殿で行われた。4次予選の組み合わせ抽選会は2015年7月25日にロシアサンクトペテルブルクストレルナにあるコンスタンチン宮殿で行われた。グループ A グループ B グループ C6 チームによるホームアウェーでの二巡の総当たり戦を行う。 上位3チームが本大会の出場権を獲得し、4位チームは大陸間プレイオフに進出する。大陸間プレイオフの組み合わせは、2015年7月25日にロシアサンクトペテルブルクストレルナにあるコンスタンチン宮殿で行われた組み合わせ抽選会で決定した。ありがとうございます。